実感は、こう、お平、へい、てい、ぼ、おのれ、かのえ、しん、のえ、きのじの要素からなる集合。えとをかくときかをしの前にかくことから、てんともいう。古代中国で考えられ、日本に伝えられた。十二支と合わせて、かんといい、暦の表示などに用いられる。五行に当てはめて、二つずつ置き、火、土、金、水にそれぞれ当て。 さらに音名を割り当てている。日本では火を兄影を弟として、例えば、甲を木の兄おを、木の弟などと呼ぶようになった。漢詩を、エトと読むのは、この、兄弟に由来する。実感は、甲、う、お兵、へい、ておのれ、かのえ、しん、のえ、木の十種類からなる。実感の本義は、古代研究に便利な漢の尺名や、 四季の歴史書によっても、実は、生命象徴の循環過程を分析したものであって、実際の木、火、ネズミ、牛といった存在に直接関係のあることではない。因では、十個の太陽が存在してそれが毎日、交代で登り、10日で一巡りすると考えられており、実感は、それぞれの太陽に付けられた名前と言われている。この太陽が10日で一巡りすることを、旬と呼ぶ。 上旬、中旬、下旬という呼び名もこれに由来する。中国には、行程の時代に十個の太陽が一度にで、草木が燃えるほど熱くなってしまったので、行程が弓の巧みな芸というものに命じて九つの太陽を打ち落としたという神話があり、この説を裏付けている。なお、古代エジプト歴でも、十日が一週間で、一ヶ月イコール三十日イコール三週間であった。 フランス革命歴でも1ヶ月を10日ずつの3つのデカードに分けた。24型表実感は5行説によって説明されるようになると5行が表す5型と結びつけられた。あとに12し、八見を交えた細かい24型が用いられるようにもなった。絵法は年の実感によって決められる。漢字権では何かの分野でこうを A、オツを B、平を C、 水の絵を愛、気を j の意味で用いる例がある。実感は日本や韓国、台湾、中国などの漢字圏においてものの階級、等級や種類を示すために使われることもある。小中は光類、おつ類に分類される。防火管理者や危険物取扱者、動力者操縦者などの資格は光種、おつ種と区分されている。かつては学校の成績や 徴兵検査の結果を表すのに、甲、乙、ツ、平、を用いていた。中国語では、有機化合物の命名に実感が用いられる。主査にある炭素の数が1個なら、甲、2個なら乙、となる。例えばメタンは、甲、エタンは、乙であり、メタノールは、ノの絵淳、エタノールは、オツ淳である。ただし、主査の炭素原子の数が10を超える場合は、 関数字が用いられる。例えば、運んでかは11となる。日本や韓国、台湾、中国において、法的議論における事案の登場人物のかなや、契約書などにおける当事者その他の者の氏名または、名称の略称として実感が使われる。例1、こう男は、乙女に対し殺意を持って、拳銃を撃ったところ、発射された弾丸は乙女にかすり傷を負わせた後、 たまたま側にいた、平男の飼っていた犬の A に命中し、よって A は死亡した。例2、本件は、河野太郎が、音の次郎に対し、売買契約に基づく代金の支払いを請求したところ、これに対し、音の次郎が、平野三郎による、第三者弁済を主張した事案である。例3、ABC 建設株式会社、株式会社で不祥事及び、 GHI 氏は以下の条項によって共同事業に関する協定を締結する。漢文の訓読では上下点をまたいで帰る場合に帰り点として実感を用いる。また上下点は上中下の3時しか使えず2回までしか帰れないため本来なら上下点を使うところでも3回以上帰る場合には実感を用いる。ユニコードには帰り点としての交通平定が U プラス3199九 U プラス 319C の範囲に収録されている。茨城県筑生市や下妻市、栃木県宇都宮市新里町、石川県内の市町村などでは、住所に、こう、おつ、へいを用いる。これらは、明治初期の地層改正に関連して行われた土地制度改革によって便宜的に与えられたものである。石川県では定着しているが、 他県では珍しいため、県外の人に、こう、おつ、の入った住所を伝えると驚かれることがある。筑生市では、旧町名復活運動が起きたり、宇都宮市新里町では手続きをすれば、こう、おつ、へを住所から外すことができるようになったりと、こう、おつ、の住所表記は、地域によっては、好意的に見られていない。れとおげこ呼ばれの漫画、鬼滅の刃では、 主人公のかま炭治郎などが所属する組織、鬼殺隊の階級として使われ、最上位が、こう、最下層が水の都である。ありがとうございます。